はいあのご紹介いただきましてありがとうございます。えー、と早稲田大学のところと申します。あの本日はあの貴重な機会をいただきましてありがとうございます。 私は資源、それから材料の個体を中心とした使用済みのもの、あるいは鉱石、排水などの分離技術開発というのを専門にしておりまして、本日はその中でもですね、この JST の未来社会創造事業で主に取り組ませていただいております、この電気パルスを中心とした分離技術についてご紹介申し上げたいと思います。この図はもうあの皆様あのご案内の通りですけれども、 SDGs の図とそれからあのまあその一つのランキングの例でございます。あのまあ日本15位というのはそれほど悪いあのランキングではないかと思いますけれども、えー、この目標12にも明記されているあのまあいわゆる作る責任使う責任、えー、まあ製造の、えー、製造から廃棄に至るまでの まあ、資源循環の重要性というのは、SDGs の12番でも明記されておりますし、また昨今、カーボンニュートラル、それからまあサーキュラーエコノミーという形で、非常にあの世の中からの,あの注目度もあの上がっている状況かというふうに思います。 特に、えー、私といたしましては、まあ、今あのカーボンニュートラルというのは一つジギアチェンジをして、えー、重要性が増している、まあ、あの各取り組みが活発化しているところだと思いますけれども、えーとまあ、こういった、えー、脱カーボンですね CO2 を、えー、考えていたときにある特定の資源があの逆に需要が伸びて、えー、さらに資源循環が重要度を増す という状況が、まあ、もうすぐ先まで来ているだろうというふうに、えー、と考えております、まあ。分かりやすいのは例えばリチウムイオン電池の、まあ、コバルトやニッケルやリチウムといったレアアース、レア,レアメタルですね、それから、えー、磁石などに使われている、まあ、レアアース、まあ、こういったものが これからどんどんこうカーボンニュートラルの実現のために重要度を増して、さらにその資源循環の重要性が増していくというふうに、えっ、ー、と、私としては考えております。 でえーまあ、あの資源循環型社会構築の重要性というのは今までも言われてきたところなんですけれども、まあ、現状ではこういった大きなループで、えー、製品が回収され破砕、粉砕されて、えー化学まあ、物理的な、えー、分離の後に科学的な処理に回り、えー、金属であれば非常に純度の高いインゴットを作るといったこういった大きなループで今あのリサイクリング という形で、えー、適正に処理されているということだと思いますが、えー、このような、まあ、大きな循環ループだけですと、まあ、経済的に、まあ、元素として価値のあるものしかなかなか循環利用ができないという問題があります。まあ、そこで、まあ、本研究ではよりあの多重ループを作っていろいろな価値で、えー、いろいろなものを回収して で再利用すべく、まあ、もう少し精度の良い、えー、物理的な、えー、分離技術を組み合わせてこれを主軸として、えー、部材で、えーまあ、リユース的なあの、まあ、使い方を実現したりあるいはもう少しあの低負荷な化学処理と組み合わせて、えー、素材部材としてもう一度 え使ったり、あるいは従来の化学処理に戻すのであっても、より純度を高めた形で、えー、従来のループに戻すことによって、まあ、徹底的な省エネを図るというようなこの3つの目的のもとに、この革新的な分離的なぶあ、物理的な分離技術の開発ということを取り組んでおります。でこれによって、えー、天然資源の投入量を少なく資源効率を高める いで、えー、このようにまああの多重ループを作っていくというのは昨今のサーキュラーエコノミーでも、あのー、主張されていることであってそれぞれの,あの時間軸をよく考えながら、えー、それぞれの時間軸に合ったいろんな機能で、えー、ものを、まあ、ものの価値をですね余すところなく使って で循環させるとそのためにはここでも書きましたけども一番大きな原子分子のレベルで、えー、分離するような科学的なあの分離だけではなくてもう少しあの大きな単位で、えー、部品部材、まあ、構造あるいはまあ粒子といった単位で、えー、こう循環ができるようなやはりあのもう自在なあの界面で分離する技術というのが必要になってくるだろうというふうに考えています。 であの現状を見ますと、こういった分離技術というのは、まあ、実用化されているものは、破砕・粉砕と呼ばれる、まあ、シュレッダーに代表されるようにあまりまあ選択性は高くないんですけれども、まあ、精度は良くないんですが、大量処理はできるというような方法か、あるいは人力ですね、あの非常に精度はいいんですけれども、あのまあ労働環境の課題であるとか、あるいは大量処分には向かないというような課題を有しているような、この量 極端な2つが今社会実装されているという状況だと思います。で我々はこの中をですね、えー、学術的にもあのいろいろな現象、外力を刺激を使って。 でえー、中を埋めていいきたいとその中の埋め方は、まあ、いろんな方法は考えられます。えー、機械的な外力もより、まあ、選択性を増すような方法にスマートにするということももちろんまだまだ考えられますし、同じ加熱をするのでも、えー、マイクロウェーブを使ったりして、えー、選択性を変える。それから人力の方はやはりあとオートメーションして 自動化して、えー、ロボットにしていく。あるいは、外力として電気やレーザーを使うというようなことは考えられるんですが、まあ、えー、本研究ではこの中の電気パルスに注目をして、で、またこの電気パルスの、あの、まあ、学術的な機構解明をしながら、対象に合った、えー、精緻な制御をすることによって、えー、大量処理も、それから、えー、 まあ選択性の高い、精度の高い分離も、両方を実現するような方法に、この電気パルス技術を高めていけないかというようなことを取り組んでおります。電気パルスというのは、実はあの集合粉砕的には、ヨーロッパの方で実用化されている装置もございまして、それがこの左に書いたセルフラッグ社というところが開発した電気パルス粉砕破砕装置です。 これはですね、水の中に固定された電極がございまして、そこの間に資料を置いて、まあ、この固定された水の中にある電極管で電気パルスを何十回、何百回と打つと。 いうようよな、えー、っと装置ですこちら側の,、まあ、あの個体を、まあ、ベルトコンベヤーなどで、えー、連続的に供給すれば、これは、まあ、連続的な装置にもなりうるということですけれども、この、えー、装置の、まあ、機構は、えー、水の中に、まあ、絶縁破壊を起こして、この水を えーの中にこうストリーマ放電を発生させてこのまあ衝撃波であの水の衝撃波を相手に当てるというようなことがまあエネルギーの半分以上えこういった水の衝撃波発生とその衝撃波で物を割るというところに使われています。であとはですねもちろんこの対象にもあの放電していく時にまあ導電性の違いによって でこのの面近くを流れていきますのである程度の,あの電気的な選択性も、まあ、実現している。なんで、例えばこれ石炭の例ですけれども石炭はあの、えー、石英室と例えば可燃分があった時に石英室はみ電気を通さない石炭分は電気を通すということでこんなふうに、まあ、機械的な、えー、発災・粉砕に比べるとこう選択性を増してこの白い石英と黒い石炭、可燃分 との、えー、界面に、えー、衝撃力があの、うまく当たってバラバラになるまあ、単体分離をしやすいというような破砕粉砕方法として利用されています。ただ、あの今申し上げたとおり、この従来法ではエ、えー、ネルギーの半分以上がまあ、衝撃波による機械的なえー、まあ、破壊に使われているということで、我々はえっ、ー、ともう少しですねこれを精緻な、えー まああの電気パルスの因果の仕方に変えてより精緻な分離につなげられないかというようなことを今考えて技術開発をしております。でその考え方ですけれどもあのより選択的な加熱これは電気が通ったところだけがですね、えー、重冷熱によって加熱されるという作用を利用しているものですけれどもより選択的な加熱あるいはまあその熱を使って あるいはプラズマ化の現象を使った反応それから、えー、その時に発生する、まあ、先ほど申し上げた衝撃波それから加熱による、まあ、膨張あるいは、まあ、ローレンツ力による、まあ、機械的な、まあ、ねじれ現象みたいなものこういったものをうまく使って選択的な剥離破壊を可能にしたいということでこの放電経路 対象に応じて、より制御して、この電気が流れたところだけをうまくこういった選択的な反応に持っていくというようなことができないかというようなことを、そしてその分離技術をリユース・リサイクルの目的に合わせて使えないかということを今、技術開発しております。 で、この方法ですけれども、まあ、一見非常に大きなパワーが出ますので、非常にあの電力を使いそうなあの技術に見えるんですが、えっ、ー、と、実際は、えー、ナノ秒、マイクロ秒の、まあ、瞬時の通電ですので、パワーは大きくても、電力消費量というのは非常に小さいということが、えっ、ー、と、分かっています。で、これはですね、 あの、同じ対象、この時は基板からの部品のハンダ外しを、えー、従来の、まあ、サンドバスで 加熱する方法と、まあ、従来の集合粉砕的に、まあ、あの衝撃波を与えて、えー、破砕する方法とそして我々が、まあ、あのより精緻ですね放電経路を制御した方法で、えー、電気パルスの引火回数も少なくして、えー、と部品外し、ハンダ外しに、まあ、成功した例とあの消費電力量を、えー、計測して、まあ、CO2 に換算した方 したもものなんですけれどもえこのように、まあ、電気パルス法では、まあ、桁違いに、まあ、小さい、えー、電力消費量で、まあ、全体を加熱する方法と同じような、えー、効果あるいはこの後ご紹介しますけれど同じ以上の、えー、精度の良い効果が得られるということが分かっております。でえー、これを何に あの適用していくかということなんですけれども、えっと、我々はまずあの昨今の、まあ、カーボンニュートラルなどの、まあ、取り組みにもあの重要度が増すと考えられております、えー、リチウムイオン電池の分離にまずはあの適用を試みましたでリチウムイオン電池に関しましては、まあ、電気自動車をはじめとして、まあ、あらゆるいろいろな、えー、バッテリー がお必要とする製品にこれから需要が伸びるだろうと思われていることはあのえっとご案内のとおりですけれども例えばあの EU では、えー、バッテリー法の提案がされておりまして、えー、かなり踏み込んだまあリサイクルの目標値であるとかあるいはカーボンフットプリント進 国の義務化であるとかいったことが提案されております。ですから、これからまあリチウム4電池ももちろん使用中の環境負荷が下がるということはもちろんですけれども、そのまあ製造の段階、それからえ使用後の段階においても非常に踏み込んだあの高いレベルのリサイクル、 資源循環が求められるようになるだろうということは、あのがまあ、想像されています。ですから、まあ、これに備えてですね。えっと、我々も精緻なあの分離技術の,あの検討をしているんですが、これがあのそのリチウムイオン電池の正極材に対して。えー 電気パルス、我々の電気パルスを適用した例です。でこの時は、えー、この液系のリチウムイオン電池から、まあ、機械的な解体の方法、解体の方法を取りまして、この県解体になっている正極材を取り出しまして、でこのえっと正極材というのは、 アルミの集電箔の、まあ、両面に、えー、正極活物質と呼ばれる、まあえー、ニッケル、コバルト、マンガンの酸化物が、えー、PVDF と呼ばれる、まあ、樹脂で、えー、接着剤で塗布されている、あるいはカーボンも少し混じっているというような状況ですけれども、これは黒い部分ですけれども、これがです、ね、あの資源循環ということを考えますと、まあ、コバルト、ニッケルの、えー、純度の高い回収。 が求められているということで、この、えー、終電箔のこの海面できれいに剥がすと。 いいうようよなことが求められていますただそれを、えー、現状お既存の方法でやろうとしますと全体的に熱をかけるかあるいは、まあ、薬剤を塗布して、まあ、ここから剥がすかということになりまして、まあ、それなりにあの環境負荷の高い方法になるとあるいはこれ白状なので、まあ、機械的に剥離すると機械的な外力で剥離するということは非常に実は難しくてもうこれが実は従来 の電気パルスをそのまま、まあ、衝撃波を与えたらどうなるかというのをお見せしているものなんですが、まあ、大抵は一部は剥がれるんですけれどもあまりこう、えー、精度の良い方法で、えー、ここからきれいに剥がすということはこう機械的な方法だけではなかなか難しいというところで我々はここの、えー、ここに、えー、電極をですね、えー、設置させて えー、このアルミの集電箔に直に、えー、大電流を流すと、それも1回だけですね、えー、流すということを試みました。そうしますと、このアルミの集電箔にうまく電気パルスをこう通しますと、ここがジュール熱によって、えー、加熱されます。 でこれ非常にいいのは、白状なので、その重濡れ熱もですね、この解明のところに、えー、選択的に、えー、発生するということで、ちょうど剥がしたい解明のところだけを瞬時に加熱するというような、非常にあの効率のいい加熱の方法になります。 そして、えー、さらにですねアルミの一部が、まあ、プラズマ化したりあるいはここに大電流がはあのうかかったことによってローレス力によってこれがクチュクチっとこれあのちょっとシワになってますけれどもこういうふうにあのローレス力が、えーまあ、かかるということで、えー、っとこれがですねうまく機械的な力も加わって、えー、このようにアルミ箔はほとんどこう白状を保ったままそこに 塗布されている粒子が剥がれてくるというようなことをあのという分離を達成できるということが分かりました。少し動画を見ていただきたいと思いますけれども、これはあの実験のために、えー、ちょっと切り出して小さいスケールで行っています。で、これがあの電極です。えっとこれは水の中でも気中でもどちらでも起こすことができますけれども、この時は水を使わずに気中で行っています。 で、まあ、あの、このような条件で一度だけ、えー、こういうふうに、えー、一度でいいんですけれども、あの、電気パルスを通しますと、このようにまとふされていたものが、あの、きれいに、 剥がれましてもうあのアルミ箔とそれからこの生育活物質にあのきれいに分かれるということでまあ、えっと従来のリチウムイオン電池のリサイクルでこうアルミを回収するというコンセプトなかなかないんですが、まあ、この状態であればこのアルミもあの、まあ、リサイクルできるんじゃないかなというようなあの期待も持っているところです。でこのあの原理ですけれどもあの最初は減少だけだったんですが我々この事業の中でいろいろ 色々な分析装置それから可視化装置を導入させていただきましてだいぶ気候が分かってきています。これがあのその時の電熱電,電流曲線なんですけれどもまずそこであのざっくりと、えー、界面がどれぐらい温度上昇したのかということをあの見積もってみますとやはりあのアルミの融点以下なんだけれどもバインダーのまあえっ、ー、とえっ、ー、と この有点以上ですね。の、この、この範囲にちょうどエネルギーを、えー、調整すれば、 うまくはっくりする条件になるということが分かっていますので、まあ、ここではやはりジュール熱というのが一つキーポイントになっているだろうと。でただ、えー、とこういうふうに電気炉だけで全体を加熱していきますと、こんなに効率よくいきませんで、結構高めの温度で全体をじわじわ時間をかけて加熱して、さらに加熱しただけでは剥がれませんので、まあ、なんか超音波処理かなんかを組み合わせないと剥がれないと。 いうことが分かっています。ですから、こういったことを、まあ、これは瞬時に、あの、効率よく、えー、エネルギーで、まあ、一回でおこ行うことができるということが分かっています。で、さらにですね、えー、っと、回収して後の、まあ、正極活物質粒子ですけれども、こちらの方は、あの、解明のところが瞬時に加熱されただけですので、実は科学的に、あの、こういうふうに、もう一度分析をしてみますと、まあ、こういった XRD とか、 あるいはバインダーの GPC 分析、それから、えー、X 線を使った、えー、シンプロトロンでの X 線を使った、まあ、化粧性の変化みたいなものを見てみましても、あるいはセム像を見ても、まあ、遜色ない、つまりあまり劣化していない、で試しにあの回収したものをもう一回あのブレンドし直して、えー、その水力加圧物質はそのまま使って、えー、もう一度電池に組んで、 重放電極線を、えー、取ってみたのはこちらなんですが、まあ、赤線のように少しあの抵抗が、えっと、増えてはいるんですけれどもあの電池としての機能を残しているほどあの粒子はあの、まあ、損傷を受けてないということで、まあ リサイクルには十分な精度を持ってますし、あるいはあのここから少しあの製造工程をスキップしたような、もう一度電池に戻すような使い方もできるんじゃないかなというふうに考えています。で、この方法ですけれども、他にもリチウム4電池の他に太陽光パネルにも、えー、と適用しておりまして、太陽光パネルのガラスを取った後のセルシートには、このように樹脂に金属線が埋まっているんですけれども、この金属 人族を取りあここからこう剥がそうとしますと埋まっていますので、やはり非常に機械的にもエネルギーがかかりますし、科学的にもこれを燃やす必要があるということなんですけれども、これもです、ね、この埋まっている。 ている金属線にうまく電気パルスを照射しますと、この電気パルスが通ったところだけ金属がプラズマ化して粒子に戻って、こんな風に金属粒子だけをあの取り出すことができます。様子としてはまあこんなことな、これは水の中でやってますけれども、まあこんな風に金属だけに電気パルスを流すことによって、まあいわば周りはそのままで金属だけを溶かすと溶かして出しても くるというような方法にも使えます。これはあのそれをあの高速度カメラで撮影した様子ですけれども、まあ、このように、えー、銀の再線が爆発、再線爆発をして堆積膨張をしてその堆積 膨張によっってててうままく埋まってたところが剥が剥れてですね樹脂はほとんどそのままで回収ができてこの、えー、再生爆発した銀粒子は一度プラズマ化するんですけれども、えー、と飛び散って周りの媒体に冷やされて、えー、また粒子として回収できると。でこの時あの選択性がありますので、まあ、金属粒子だけがプラズマ化するということで得られた粒子は こうあの純度の高い金属融資になっているということが分かっています。あるいは我々は今、えー、これをですね。さらに接着体に応用できないかということをやっておりまして、まあ、このように金属同士を接着したものの。 この接着剤の中にうまく通電を安定して起こすことができれば、このように中がその接着剤の膨張と、まあ、衝撃波の組み合わせできれいに剥がすことができるということも分かっております。これからまあ接着技術というのも自動車の軽量化のために非常に重要かと思っておりますけれども、まあ、こういった分離にも使っていきたいなというふうに思っています。これは実際に接着されたですね、 車の一部をこう電気パルスをかけてですねこういうふうに剥がした例ですけれどもまあ実用的にはこういった分離技術に仕上げていきたいというふうに考えていますまあ以上ですけれどもまとめますとまあこの技術はあの高効率であってえまあ電気が流れる流れないという特性をうまく使って でそのあ,るある意味海面にある海面にをターゲットとして分離することができるそれから、えー、対象にもよりますけれども気中でも液中でも可能ですですので、まあ、リサイクルのみならず、えー、機能を残しつつ、まあ、リユースするコードリサイクルに適しているかなというふうに思いますそれから、えーっとまあ、小型分散型の処理をこういうふうに簡単に作ることができるのではないかというふうに考えております で、えー、気候はですね、えー、リチウムイオン電池で、あのー、ご紹介したように通電したところだけを選択的に加熱するというような方法で使えますので今まであのー え分離したいとことしたくないとこと全部加熱しなきゃいけなかったみたいなものに対してもあの有効だと思いますしまたあの物性は異なる遺材の剥離にあの有効かなというふうに思っておりますえまあ課題としましては今一生懸命ですねえだいぶ分かってきてるんですけれどもあの前後プロセス とも組み合わせながら、えー、スケールアップをして、えー、実用化設備を作るというようなところが、えー、これからの課題になるかと思っています。えー、と時間になったかと思いますので、えーと、ここで終えさせていただきます。あ,のありがとうございました。